どうもフィジカルデザイナー芦田パンです。 YouTube 体育大学トップアスリートフィジカル分析編、今日はアジア希望です。 100m 中国の代表、2回連続世界大会の世界陸上の 100m 決勝に唯一アジア人で出場したソヘイテイ選手です。ソヘイテイ選手、彼が示してくれたのはアジア人が世界で勝つための方法です。テーマはこれです。ここに世界があります。刮目してください。というわけですね、ここにいるんですよ、世界が。オードリーじゃねえか。ここにいるんですよ。ソヘイテンのここ空いてますよ。ソヘイテンのここ空いてるんですよ。それなんですよ。ソヘイテンのここが空いてるから世界に行けるんです。どういうことですか。もう迷惑じゃないですか。もう気づきですね、皆さん。わからんわからん。わからん。わからんから。ソヘイテン選手は俺、もう今回、なんかコメントで要望があって調べた選手なんだけど、調べれば調べるほど、本当になんかね、大好きになりました。なんかね、我々アジア人とか、彼背があんまり高くないんですよね。他の、まあ、ボルト選手とか、アサワ・パウエル選手とかね。まあ、コールマン選手はあんまり大きくないけど、やっぱり大柄なね、ストライドが出せるような体格の人が、黒人の選手が勝つのがやっぱ 100m っていうね、アジア人がどうしてもきついって状況で、本当に道を切り開いてくれてる選手だなと思うんですよね。確かに。で、別に特別体格がいいわけじゃないと。彼が 100m で結果を残せば残すほど、我々は本当にね、可能性が広げられてるわけなんですよ。本当だね。一日一回拝むべきです、それで。我々は。国境を越えて。本当に素晴らしい選手なんですよ。山形選手がね、インタビューで言ってたんですけど、やっぱソヘイテ選手っていうのはやっぱりすごくよく考える。山形選手も哲学者みたいなね、もう走りを哲学としていろいろ考えてる選手ですけど、まあ似たようなものを感じるって言ってたぐらいです。なんかね、世界大会の直前に前足、スタートの時の前足を入れ替えて、これすごいことですよ。入れ替えるんですよ。フォーム180度変えるみたいな、改良したりするぐらい、まあ、試行錯誤する選手みたいなんですよね。だからこそなんかね、彼はただのフィジカルモンスターじゃないんですよ。考えて考えた上でのフィジカル。だからこそアジア人が世界で勝つ方法がここに隠されてるんですよ。お、明らかに後天的な強さです。もともと才能があった選手だとは思いますけど、あれだけでは9秒で連発はできないです。今日のテーマ、即軸ってものです。即軸っていうものをテーマにやっていきます。これ私もうね、あの信者です。あの高岡秀夫さんっていう出てくるな、高岡秀夫さんっていうあの古武術家の方なんですけど、本当に大好きで、私あのジャルタっていうトレーナーのね、ま、あの理論を学ばせていただいたりしてるんですけど、まあ、そこが結構そこをあの高岡さんをねかなり重点的に扱っているので、私の理論にはもう根深く高岡さんがいらっしゃるんですけど、すごくバチッときた理論でした。ソヘイテンのフォーム、まあ、パワフルですよね。パワフル、ゴリゴリです、筋力。確かに。でソヘイテンになりたいって選手、なんか筋トレめっちゃ頑張ればなれんじゃねえか。なれねえよそんな。めちゃくちゃ考えてんのよ。でも腕振りで特徴的なのが、腕振りパワフルですよね。何が特徴的か、回転してるんですよね。結構横振りなんですよ、ソヘイテンの選手の腕振りって。結構ここ空いてるんですよ。ここ空いてる。これなんでかなと思ったら、即軸をうまく使うための腕振りなんですよ。いろいろ腕振りっていうのはもういろんなタイプがあって面白いですね。で、即軸何か、センターっていう軸があるって前お話ししました。ですね、江頭2時50分さんだったり、あとあれですね、河村選手、バスケの河村選手の動画、ちょっとここに貼ってありますけど、の動画で、センター、まあ、正中線、人はこの軸を使って自分のカードをコントロールしてますよって話したんですけど、軸はね、一本じゃないんですよ。正中線の軸の横に即軸ってものを提唱しているのが高岡秀夫さんなんですね。で、これは左右の重心移動の時の、切り返すのに一番効率的なところなんですよ。走る時も左右に重心移動してます。歩く時も重心移動してます。その時にここで力を入れると一番早く効率よく次の重心移動に行ける。この重心の即軸を超えてしまうとバランス崩してしまうよっていう横の軸なんです。横の重心移動が可能な、まあ、限界のところみたいなのをイメージしてもらうといいと思います。なるほど。だバッティングとかもね、こうやって後ろ足から前足に重心移動するときは即軸から即軸に移動してるとか、サッカーでまあ、右足でシュートするときは左足の即軸に乗ってるとか、もちろんスプリントも即軸に乗せ合っていくのがスプリントなんですよね。そこを超使ってるんですよ。つまり
側軸、左右の重心移動が正確に行えて、しかもめっちゃ早くできたら、これ左右で足を出し、交互に出してるのと同じですから、ピッチがもう鬼くそ上がるんですよ。鬼くそ鬼くそ上がるんです。鬼くそ上がるんですよ。鬼くそ上げてるのはこれなんですよ。で、これ、明らかに左右の重心移動を促すような動きですよね。だからこの側軸を武器にしてる選手にはこういう横振りの動き多いです。よく多いのが、イメージしてもらいたいのが、バスケットボール選手ですね。ボールをこう左右にドリブルしてクロスオーバーのステップ、前について左右に重心移動して横に抜き去るっていう動きにめちゃくちゃ近いです。いろんな動きをしているわけなんですよ。だから重心移動で勝負してる、まあ、足裏で見るとこんな感じですね。足裏のど真ん中、側軸あります。これ以上、これより左右に移動してしまう、重心が移動、この青の重心が移動してしまうとバランス崩しちゃうよってことですね。この股関節の真上なんですよね、側軸っていうのは。つまりこの幅の移動での重心移動が正確に速くするっていうことでピッチをお肉下げてるというのが、ソヘイテン選手なんですね。これもちょっと体で見せた方がいいと思うので、ぜひ見せていきたいと思います。で、あ、そうだね、行きましょう、行こう、ソヘイテンになろうぜじゃあソヘイテンになりましょう。側軸探したいでしょ。探したいです。分かんないでしょ、側軸どこ。全然分かんない。まあでも、まあいろいろ難しい例はあるんですけど、僕のやり方ですね、私のやり方をお伝えしたいと思います。まあ股関節の真上にちゃんと重心が乗ってるかって話なんですよ、うん、よくスプリンター前後の接地位置、重心がどこにあるかめっちゃ考えるんですよ、うん、接地が重心の前にあるとか、接地が重心の真下につけたとか、うん、前後に関してはめっちゃ接地位置と重心位置こだわる。でもこの左右に関してみんな見ないんですよ。なるほど。みんなね、横から動画撮影してフォームとか見てるんですけど、ぜひ前から見てほしいですね。股関節の真下に設置してないと、例えばこういうことになります。多いのは、あ、自分の内側内側に設置してしまってる。この時点でバランス不安定ですよね、うん、これをバランスを保とうっていう無駄な収縮が入ってしまいます。だから後半も持ちづらいし、ハムストリングスも最大限発揮できないです。無駄なバランスの崩しをなくすためにも、股関節の真下で踏めるとどっちにもぐらついてないんで、バランス保つ筋肉は休める、ハムストリングスがもう最大限推進力に使えるって話なんですよね。多分メリットあるんで、ここ確認してください。股関節の真下で踏めてるか。で、側軸探しますよ。肩幅で立ってください。で、肩幅っていうか、まあ股関節、このパンツのラインあるじゃないですか、パンツ。まあもうブリーフ履いてください、今。ほんとに分かりたい人は今ブリーフ履いてください。そこまですんの？ブリーフ履かないと分かんない。俺もこの中履いてるから今。ブリーフ履かないと。ブリーフ履いたらさ、こうなってるじゃん。うん、この幅のど真ん中。今、脱いでやれよ、マジで。ほんとに、お前早くなりたいんでしょ？ブリーフ履いてください。うわ、ブリーフ履いてないんだったら一回止めてください。そんな視聴回数一回いらない。ほんとに早くなってもらいたい。お前に。早く説明して。ごめんこのど真ん中、ここが股関節です。みんな股関節の位置がよく分かってないんですけど、このパンツのラインの真ん中だと思ってください。結構内側なんですよね。うん、これぐらい。この真下に足があるかなってまずチェックしてください。足がこの真下、人によって狭かったり開いちゃってたりとかしますから、まず股関節真下に置く。そしてこのままじゃあ右側に重心を移動していきましょう。はい、側軸です今わかる？あ、いい、来ました。もうめちゃくちゃ来てます今。何かというと、重心移動した時に僕のやり方はこれ側軸なんです今。こっからさらに移動するとこうなってくるんですよ。肩の平行が保てなくなるギリギリのところのラインがこの辺です。ここから戻すと戻ってきます。これがバランス、側軸を超えたサインだと僕は思ってます。で、これを鏡とかで見ながらやるんですよね。僕鏡で見ると、そのちょうどこの肩が傾いてきてしまう直前ぐらいって、耳が股関節の真上に乗ったぐらいなんですよ。僕は、まあ人の体の長さ、手の長さ、足の長さによって違いますけど、鏡とか見てもらって、あ、ちょうど、あ、ギリギリ傾かない、なんかちょっとね、ガツって止まる感じあるんですよ。ちょうどこう、なんですか、足が支えられて姿勢が安定する。これ以上いくとグラッとなってしまう。その境目の時に自分の体の位置関係どうかな、股関節の上に何が乗ってるかなって見るといいかもしれないです。人によっては肩のど真ん中とか鎖骨とか胸とか、自分で骨盤なのかとかイメージできるものがあると思います。僕は耳にしました。耳が股関節の真上に乗ってるなっていう位置
を常に感じてます。耳が乗った以上の重心移動はバランスを崩してしまうから即軸を超えてる。その中での重心移動をもうひたすらやります。もうこれだけでフィジカルもうめちゃくちゃ素平定になってますよ今。めちゃくちゃ地味だけどね。大事だよこれ。結構難しいですよ。感じる、自分の重心を感じる時間作ってますから非常に大事ですよ。スポーツやる上でいろんなスポーツにおいて大事です。この重心移動をひたすらやっていくと。でこれが初級編、これができた、もうだいぶ自分の即軸が上がってきた。そしたら歩きでやってみましょう。歩きの中で即軸内の左右移動が分かる、ジョグとかで分かるってなってきたら、いよいよトレーニングに行きましょう。スケート、スケートの選手はこういうのありますよね、これ即軸作る練習として僕すごくいいかなとか、そういう練習じゃないかな。スケート選手とかもめちゃくちゃそういう壁を作るというか、左右の軸で移動して切り返してくる。で手もこうじゃないですか、これも素平定じゃないですか。この動きすごくおすすめなので。あ、なるほどね。まずこれ左右に大きくステップして止まる。これでこうなってたら、肩が傾斜してたら即軸を超えてると思ってください。超えない範囲で最大限左右に移動する。止まる、止まる、止まる。おお、まあ、なるほど、ね。僕は耳で認知してますっていう動きをやっていきます。で、これが慣れてきたらだんだん幅ちっちゃくしてください。幅ちっちゃく、幅ちっちゃくっていうのができてきたら、横に行って壁を作って側軸で蹴って戻ってくるっていう、腕と連動させます。蹴って戻るっていうこと。はい。いきますよ。ここから。壁を作って反対側に戻ってくる、この繰り返しですからね。っていうのが壁が作れてくると、走りの中でもこの手で切り返して即軸内で、キレが出せてくる。だからそれが素平定選手のもうキレの秘密ですよね。最後にちょっと長くなっちゃいましたけど、これがアジアで勝つ方法か、いやこの考えこそが、考える過程こそがアジア人が世界で勝つ方法なんですよ。どうしてもこれ差別とかでも何でもなくて、アジア人っていうのはやっぱ筋力的にやっぱり瞬発力が劣っちゃってます。それはしょうがない。黒人の選手はやっぱり優れてますよね。大きな筋力の収縮では勝てない。その中でソヘツイ選手が何考えたかというと、まあ、ストリングスでつけれるとかめちゃくちゃつけたと思います、うん、もうすごいですから、やばい、ね、四頭筋ハムストリングス。その中で、まあ、ある程度ストライドが出せるぐらいの筋力がある。そこでじゃあピッチをどう出すか。ストライドのピッチもすごいのが黒人の選手ですよね。ピッチを出すために、黒人の選手とかはね、結構大腰筋を伸長反射させたりとか、もう体の中心をぐにゃぐにゃ動かしたりとか、もうなんかチーターのようなね、うん、動物的な動きで勝負してくるわけですよ。そこでじゃあ筋力でピッストライドを上げた、じゃあピッチを何するかって言ったら、腕振りはこれってどうとでもコントロールできるところじゃないですか。じゃあ、自分がじゃあ大きな筋力はもう筋力ストレングスで鍛えた、じゃあちょっと黒人選手の動きはできない、じゃあ何でピッチを作るかって言ったら腕振りをそっちに振ろう。自分の能力が何が得意で何ができないかっていうのを考えたときに、じゃあ残された変化できる腕振りとか、体幹の姿勢作りとかを何に振っていくか、ストライドを上げたいのかピッチン上げたいのかっていうのを考えていく。だそこで、あ、身体能力ないからもうアジア人ダメじゃんじゃなくて、じゃあ自分がどこを高められて自分はどこを高められないのかを考えて、じゃあ残されたコントロールできるところを何に振っていくかっていうのをめちゃくちゃ考えたのが素平定選手だと私は思います。なんかそこがあのアジア人が世界で勝つ方法なんですよね。この体の使い方を真似るってことじゃなくて、この、即軸を使う走りに至ったまでの思考過程が半端じゃないんですよ、素平定選手。多分私の解釈です。会ったこともないですし、お話を聞いたこともないけど、それがアジア人が世界でスポーツで勝っていく方法じゃないか、そんなところを素平定選手を見て学ばせていただきました。皆さんも自分の能力、苦手なとこ得意なとこあると思います。苦手な得意とこ、得意なところを考えた上で、じゃあ動かせるとこ、自分がまだまだ伸びしろでどうとてもできるところを何に振っていくか、そこを考えになったらもう勝てるアスリートじゃないですよ。そこを考え尽くして勝っていきましょうよ。勝ってこそスポーツ面白いんだ。なるほど。なあ、頑張っていこうぜ。俺も頑張るわ。スポーツで負けっぱなしだからよ。今後もですね、素平定選手以外のスプリンター、いろんな、もうスポーツ関係ないです。いろんな自分の好きなアスリートコメント欄に書いてください。フィジカル分析ぜひともさせていただきます。以上、素平定選手、アジアの選手が世界で勝つ方法でした。ではまた。